森山義明の発達障害の潜在能力を引き出す方法。この番組では IT 起業家、著者、IT インストラクター、ウェブ集客コンサルタント、システムエンジニア、プロデューサーとしてマルチに活躍し続け、書籍は Amazon 言語学の参考図書部門第1位獲得、Amazon 女性と仕事 Kindle ストア部門第1位獲得のベストセラー著者。1ヶ月以内にたった7つのブログ記事で Google 検索順位1位を獲得したウェブ集客専門家。出品後半年以内でここなら IT サポートおすすめ順第1位獲得の IT コンサルタント。30歳を過ぎて ADHD 高機能自閉症と診断された森山義明が、人間関係、健康、お金、仕事、ビジネスなど望む結果を出せる思考行動へと変えていきます。こんにちは、森山です。今日はゲストでナレーター事務所代表の美空さんにお越しいただきました。それでは軽く自己紹介をお願いいたします。はい、皆さんこんにちは。ナレーター事務所を運営しております美空と申します。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。それでは今日もですね、いろいろと伺っていきたいと思います。本日のテーマは発達障害 ×IT× ナレーターです。本日のご質問は、発達障害でナレーターを目指しています、ナレーターに必要なスキルは、20代男性学生からの質問なんですけれども、いかがでしょうか。はい、ありがとうございます。思考ができているということが大事になります。皆さん、ナレーターになるために学校に通われると思うんですが、そういった方多いと思うんですが、学校で何をやっているかというと、発声練習、発舌、そうですね、そういったところを繰り返し繰り返し皆さん練習をしています。そういった基礎がまずは大事になってきますね。いかがでしょうか。はい、ありがとうございます。ちなみに、まあ、そういった基礎をの、まあ、基礎力をつけるために、まあ、美空さんはどんなトレーニングとか、どんなことを主にされてきたんですか。私が通った学校ですが、OT18 番の V ロモリというのを毎日やっておりました。はい。拙者親方と申すは、お立ち会いのうちにご存知のお方もございましょうが、という文言を、5分ぐらいですね、全部で5分ぐらいのものを毎日毎日練習しておりました。はい、はい、回答になってますか。はい、はい、ありがとうございます。はい、回答になっております。はい、本日はですね、発達障害でナレーターを目指しています、ナレーターに必要なスキルは、20代男性学生からの質問にお答えしました。ありがとうございました。ありがとうございました。それではまた次回お会いしましょう。番組では皆様からの質問を募集しております。先生は大阪市久野区でパソコン教室を開いていらっしゃいます。パソコンに興味をお持ちの方、またはパソコントラブルでお悩みの方は、ぜひ教室のお名前、義経 IT クラブでインターネット検索をしてみてください。お問い合わせ画面からのご質問もいつでも受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。それではまた来週お会いいたしましょう。 See you next time.